こちらを GTEC クォーターを開発したエンジニアを2名紹介をさせていただきます。ハードウェアを担当している、株式会社プレイプロボティクスの、石田健二。続きまして、ソフトウェアを担当しておりますアスラテック株式会社の吉崎渉。本日はこの2名で、デモンストレーションの方をさせていただきます。それでは石田さん、お願いします。こんにちは、株式会社ブレイブロボティクスの石田と申します。よろしくお願いします。我々、JTIT プロジェクトと申しまして、こちらにあるんですけれども、2020年までに全長5メーター、ロボットの頭の上までで、高さが5メーターぐらいのもので、それが、通常の普通自動車のような大きさの車に変形するといったロボットを、目指して頑張っております。お話しますか。はい、こちらのロボット、このハンドルを使ってまるで車のようにこう自在に動かすことができます。車の時のですね、後ろのタイヤ、後輪がですね、ロボットモードに立ち上がった時に足裏に来るので、ロボットとして、人型ロボットとして歩く以外に車輪で移動することもできます。で、もちろん歩くこともできます。それではここをお見せします。どこ行きますか。この JTIT クォーターという名前のロボットなんですけれども、我々が目指しております全長約5メーターのロボットに対して、これの高さが全長今 1.3 メーターぐらいということで、この目的である1分の1から比べるとだいたい大きさが4分の1であるということから、クォーターという名前にしております。で、現在のもので重さが 35kg 程度あります。今がですね、全長 1.3 メーターぐらいなので、小学生の高学年ぐらいの子供と同じぐらいの背の高さになりまして、子供と握手したりするのにちょうどいい大きさになります。それでは、じゃあ車の形に変形をしてみましょうか。今このロボットの顔のですね、後ろのところに車の座席があるんですけれども、ここに、人形を2つ乗せてます。で、今開発しております人が乗れる大きさの、人が乗れる大きさのロボットと基本的には同じ構造をしているんですけれども、人が乗った時にも、ロボットモードの時にはこのロボットの頭の後ろに座席が来ることになります。はい、じゃあ準備できたので、今から車の形に変形したいと思います。はい、それでは変形します。最後にドアを閉めて変形終了です。で、この時には通常の車と同じように人が乗るところがこのなんていうのフロントのウィンドウの下に2人乗りの形の車になります。操作方法はこちらも車と同じになります。このようにステアリングを曲げながら、
今あまり場所が取れないのでいろいろ動くのができないんですが、まあ、通常の車と同じように前後左右に移動することができます。で、車の状態にできることって移動以外特にないので、じゃあロボットモードに戻りましょうか。で、戻るときももちろん自力で立ち上がることができます。それでは変形します。で、中に乗っている人がですね、座席が上に上がってくる感じになります。この J ライトクォーターなんですが、完成したのが2014年の10月ぐらいに最初に公開してたと思うんですが、でそれから、一度完成した後にもちょいちょいバージョンアップを重ねてまして、よく見るとですね、後ろにある写真とすでに若干違うところがあります。一番目立つのがですね、手先の拳が変わってまして、よりちゃんと物を握れるようになっています。黄色いいおもちゃ持ってますね。あ、ぶつかってる、ぶつかってる。現在は操縦するのに、こちらに置いてある台についている、まあ、ゲーム用のコントローラーを使っています。本当はロボットの中に乗って操作してた方が前後左右物が見やすいとは思うんですが、今のところ中に乗れる大きさにはまだなっていないので、外からコントロールしています。ぜひ、見ていってください。ありがとうございました。